3分30秒よく見えてるのか手が出なかったのか。変わってないんだけどな、昨日からな。よく見えてるよ。手出てないね。まのちです、よろしくお願いします。スター発掘柳町たつる物語。いやちょっと2日ぐらい空いちゃいましたね、ごめんなさいね。んで前回辞めたところが、ここで辞めてるんですよね。4月6日かな7日かなで辞めてて、で中日戦なんですけども、結果で飛ばしました。2試合とも5打数の1安打でした。今日阪神戦2試合取っていこうと思います。コメント読んでいきましょう。柳町選手について、ニックネームはマッチ、焼肉が好き、好きな歌手はグリーン、特技はスマブラ、趣味はゲーム。マノ選手について、ニックネームはマノッチ、ウインナーが好き、好きな歌手はソフィア、特技は歌、趣味はドラクエウォーク。守備の時暇だって言ってるが見てる方も暇なんだよ、早くサードに行ってくれ。いやー本当にね、俺もね喋るのが大変なんだこれ外野守備の時喋るの大変なんだ。どうやって盛り上げようかなみたいな、無言であんまり言いたくないなーっていうのが大変なんだ。俺も早くサードに行きたいぞ。一軍昇格目前まで行ったらすぐ、今ですね、今の状況ですね。ちょっと結界で飛ばしちゃったんだけど、もう飛ばさずに行った方がいいかな。だから阪神オリックス戦取るぐらいでいいのかなって気はしても来るね。マノチコメ、個人的には面白いんだけど走塁操作嫌いだからしてないの、テンポが悪くなるっていう理由だけですね。なんで一軍に行ってある程度落ち着いたら、走塁盗塁はしようかなと思ってますよ。むしろ俺盗塁大好きだから。よしやっていきますか。ちょっと打ちすぎだぞというコメントもいただいてはいるんですけども、難易度リアルスピードの、ずっとスピリッツフェード、なんとありあり、マノチありなのみたいなね、思うでしょ思うでしょ。こっちらでも2日空けてるんだよ、もうドキドキしてんだよ。もうむしろリアルスピードなんてもう絶対無理だなとすら思ってるもん。やってっから、藤浪さんじゃないですか。よしやるよ、頑張るよ。ごめん、ちょっと待ってよ。フィールドプレイ、まあ、変わらずでやっていきます。プレイ、マノッチ守備やってんなみたいなコメントもね多々いただきましたよ。足引っ張ってんなとか、あそれでこそ安心するよとかいうコメントもいただいてはいるんですけども、ちょっと今日さ、どっか喋らないシーンがあると思う。真面目にやらして、真面目にやらして、ちょっと真面目にやらして、真面目にやらして何回も言うけど真面目にやらして。あ、マノッチあれか、動画のためにふざけてたんだと、そう思わせたい。あ、真剣にやればできるんだなとね、そういうところを見せたい。バッチコーイ、無言。まあ今俺がいなかったら三森君は取れなかったと思うな。真面目にやる。バッ、ちょっと糸井さんが2軍にいるんですけど。おい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 見た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 、無言になればこんなもんだよ、こんなもんだよ。いやまあまあまあ仕方ないな、仕方ないな。いやだってもう向こうはもう外野に飛ばした時点で俺がいるわけだから、もうホームランしかないよね。外野を越えていくしかないわけだから。いやただ今日ちょっと問題バッティングなんだよな。任せろい、打つぞ。ちょっと一球見るぞ。できればストレート投げてくんねえか、球速みたい。あ、打てるね。何今の自信、超かっこいいストレート見て、あ、打てるね、超かっこいいもん。任せろ、打ってやる。いやちょっとあの ツーシームダメだな。あの誰だったかな、なんかあの外国人投手もツーシーム投げてエグかったね。何なんだ今のは、カットかな、なんだろうな。カットボールがちょっとスライダーっぽい動きするもんね。あー打て打てない、もう今マジで当たる気しなかったもんね。任せろい任せろい任せろ、なんとか打つぞ。よいしょ、あ、はい。あ、今日は嫌な予感すんな。今日は守備の日かもしんないな。ちょっとさ、一軍昇格目前なわけで、結果残さなきゃいけないわけ。
落ちて頼む。あ、よし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 。いや、よかった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 。いや、よかったよかった。とりあえずヒットってた。結界でもね、一応毎試合ヒット打ってくれてたから。まかせろい、藤波さん調子いいじゃない。見たいね、こんな藤波選手をね、見たいね。いいよ、分かってたよ。どうせツーシームでボール球になるんだろうなと分かっていた俺は。嘘だけどね。マジ打てる気しない今日。マジで打てる気しない。もうバットに当たってるのが奇跡なんじゃないかと思うぐらい。任せるとき、今日は守備で見せる男だ。よし来い、取ってやるよ取ってやるよ。頑張れ、いいぞいいぞ。よっしゃ、ヨーカー君来い、カモン、バッチ来い。あー、ナイスピッチ。いや、よくなかったな。とりあえずヒット1本出てよかったな。マジで打てんかったな。打てる気が本当にしなかった。やっぱもうちょっと理想は毎日やることですよね。まあできないもんはもう仕方ないから、まあそこは言いたくはないけどもさ。うん、はいはい。猛打賞でもすれば多分評価はガツンと上がってねえいけるかなって気もするんですけど、とりあえず1軍に上がりたいですよね。とりあえずあの松田選手を蹴落として俺はサードになるっていう目標が一応あるから。いや今自分で言ってて叶うことないんだろうなと思ってるけども、よしいいよ。ね、ちょっと今日の守備上手くない？今のポジション取りも良かったでしょ。打つぞ。ちょっと能力見せてくれ。基本的に俺はもうストレートに張って振ってるんだよね。だからあのカーブとかスライダーの変化量ないけども、多分投げられた時点でも無理なんだよ。ストレートの割合多いね。ボール球が増えれば増えるほどストレートだな。カウントゼロの状態 69% 約 70% でストレート。よし、信じよう。信じる、信じるぞ信じるぞ。おらっよっしゃ、あれ抜けてない。オッケー、魔物。オッケー、よっしゃ、キャー、いいよ。バッチコーイ。いやーけどヒットじゃなかったもんな。よしいいよ、うまいよ。内川さんがつらっと2軍にいるのがすごいよね。絶対打つ絶対打つ。いやあんまりなんかこう1番バッターとしてなんか初球から振りに行きたくはないよね。うん、いいよ。いやー今日打てる気しねえ、マジ打てる気しねえ。うえっ追い込まれた、もう簡単に追い込まれた。どうしていいか分かんない、どうしていいか分かんないと焦ってると思うだろ。絶対焦ってない、うん、絶対焦ってない。意味が分かんない。とりあえず焦ってない。もうすごく今焦りが伝わってると思うけど、今実は焦ってない。こう見えて余裕がある。分かってんだって。次カーブかスライダーだろ。変化球待ちしてやるよ俺が。分かってんだって。バッチコーイ。よし来い、守備で活躍するしかないぞ。頼むって、打ってくれ、頼む打ってくれ。もう今外野でしか見せん、タイムタイム。ああそうか、ごめん、なんでもない。ちょっと待って待って、ああ違う違う、見ないで見ないで見ないで、違うんだって。今なんかエゴシ君って見えてさ、あれエゴシ君どこ守ってんのと思ったけど阪神だった。いやごめんごめん、もういっぱいいっぱいだ、もういっぱいいっぱいだ。ちょっと待って、もうここで打つしかないわ。もう打って挽回するしかない。外野フライ難しくない
難しくない？な、風の影響かな。めちゃめちゃ難しかった。よし、いいぞいいぞ。こういうマノッチを待ってたんだろ、どうせ。俺は待ってない。いや、ちょっと違うもん。いやー、ちょっと待って待って待って。いやー、今日きついな。今日きつい日だな今日きつい日だな。ちょっと待ってよ。よし、ちょスタート押してるべ、押してるべ。おいしょ、よし、オッケー、スベース走れ、オッケー、よし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 、いいぞ。とりあえずオッケーだ、とりあえずオッケーだ。ちょ、もう一回ガイアフライ来ねえかな、もう一回ガイアフライ来ねえかな。はい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 、こっからですよ、こっからですよ、こっからですよ。見てて見てて。セカンドって四角がファーストになるはずだから、バツですね、バツでセカンドですね。任せろ。おっかねえサード怖え、任せろ。俺ここにいよ。ヘイ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 、シュート君投げて。いや、来るぞ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 、バッチコーイ。超引っ張りそうだもん。暇だな。俺サードついたことあるけど、サードの守備したことねえんだよな。よっしゃ、マルチといこうじゃねえか。というか、これで勝てなかったら俺先般だからな。はい、次ストレート確定、ホームラン打ちます、狙って打ちます。入ってねえよ、入ってねえよ今のは。うん、強振は無理だな。よし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 、だいぶ今落ち着いてる、今だいぶ落ち着いてる。ここはちょっと結果で出る気がする。見とけ。あ、無理だ、強振は無理だ。あーちょっと任せろ任せろ、ゲッツー取るぞ、ゲッツー取るぞ。バントかもしんねえな、バントかもしんねえぞ。これないのか、このカウンターないか。いや、あれだもんな、内野手だとあんま下手下手な動きでいいのもな。江越君カモン、よし、取ったら四角な、取ったら四角だ。はい、カモン、バチ来い。寂しいな。ただただ足引っ張ったなただただ足引っ張っちゃったもんな。外野守備難しいな。あの最初の時のフライはもうモーションがなんかオートっぽいモーションに入ってくれてたからよかったんだけど、2回目入んなかったんだよね、場所が悪かったのか。すげえ難しい。コビ売るわ、もう仕方ないからコビ売る、もう仕方ないからコビ売ることにした。終わろう。お、なんか随分休日続くね、ゴールデンウィークか。そういうわけではないのか。よし、終わりましょう。次オリックス戦撮るよ、撮るよ。できれば明日も動画撮りたいよ。もうあの続けてやんないと俺は無理だ。もう終わろう終わるよ、終わり、バイバイ。